今回はですね、薬師ボクシングジムのおなじみ近況報告ということでですね、ちょっと見慣れない人が横にいますけどね、実はね、別府の相川翔子と、東尾義秀会長、ダッシュ東尾ジムの会長さんです、うん、あどうもこんにちは。ちょっと美味しいと思ってんじゃねえよ。ね、嫌なことあるでしょ。いやいや、まあまあ。すいません、こうやってますけど、僕より2つ年上ですね。まあ通称ダッシュ会長と言われてるんで、僕らね、実は新人王というのは同期で、もう何年前ですかね、30年ぐらい。あのさ、おじいさんの会話になってるからね、これの新人王っていうのねが一緒で同期で、僕がフライ級でダッシュ会長は、ライトフライ級ですね、当時ね、今で言うと今ライトフライ級、当時はジュニアフライ級、具志堅用子さんのあの会議ですね。実はもう選手を連れて合宿に、うちのジムに2泊3日でスパーリングに来てくれました、ね。はい、来月の5月28日に試合があるんですね、名古屋ね、名古屋の方で、はい、長野選手と、はいね、対戦させてもらいますんで、はい、どうなんですか、近くに福岡、大分の辺はジムはあるんですか、たくさん。いや、ね、4軒ぐらいですかね、あるんですね。まあ、練習相手っていうのはやっぱり少ない、少ないですね。だから福岡の方とか熊本の方に、どれぐらいか、車でどれぐらいですか、ね。まあ、2、3時間っていう、2、3時間、はい、まあね、九州で今そこで今あるんで大変ですけどね、大丈夫ですか。はい、もう大丈夫ですよ、もう元気に頑張ってやってますんで ね、はい、ぜひともその、はい、ね、今回日本ランカー挑戦して勝って日本ランキング入りして、そうですね、帰りたいですね、はい。まあ、聞いたところによると今回やる選手、名前なんですか、佐々木優太です ね、佐々木君はなんか、はい、ランカーに勝ってるとかっていう噂は、前回の試合の時にですね、うん、一応日本ランキング の、選手に勝ったんですけど、そのやる前に直前に落ちちゃって、直前でガタッとランキングが落ちたところにやっちゃって、でもそれはランキングに入ったと一緒のことなんですよ、日本ランキング、うん、だから僕はね、僕それ聞いて、まね、一番はやっぱ本人が自信をつけることですよね。そうですね、日本ランキングにいたやつに勝てたんだという、勝ったんだというのを自信にして次の試合に臨むってことが大事ですね。そうですね、はい、自信が一番やっぱりね、大事ですからね。そして当時のさ、ボクシングと今の違いというから、やっぱり水を飲んでいいというところですね。昔は水を飲んだら飲むバテるとか、水飲むなって言われて、僕らの時はね、ですね、絶対水飲むなって言われて、死ぬよ、今だったら死んでるよ、うん、本当ですね、水飲むなって、ね。それから僕がびっくりしたのはね、僕もこのジムオープンして丸く9年、今年10年目なんですけど、あるのは、はい、選手に試合をやるかどうか聞かなきゃいけない。選手にやるかって言ったら、ちょっと考えさせてくださいって言って、選手が OK でオッケーだからね、はい、どこのジム一緒ですよね。ですね、うん、僕らの時さ、もう勝手に決められてましたね。ジムに行ったら、ある日突然もうあそこにあるよ、白板みたいに名前書いてあるで、いついつどこどこで試合、あ、約試合決めといたからな、ありがとうございます。で、情報もないわけ、当時はね、インターネットも何も。そうですね、だからこれ誰なのかなと思って調べるのはボクシングマガジンとかしかないもんね。そうです、今インターネットとかで、YouTube とかですね、全部見れるんで。で、僕3戦目4戦目って連敗してるんですよ。で、4戦目が、はいはい、日本チャンピオンになった、岡部茂です、ね、はいはいはい、あれが同じ新庄だったじゃないですか、はいはい、で俺は4戦目で組まれて2勝1敗でフライ級から新庄で後楽園に試合して、片や7戦7勝 5KO、はい、で、日本ランキング9位、その時の敢闘賞で決められて、もう白馬にいきなり書いてあったんです、4戦目岡部茂で、自分の感じで思ったのは、2勝1敗の人間がいきなり日本ランキング9位の7戦7勝 5KO って言ったら、はい、今の選手だったら、ちょっと考えさせてくださいって言ったら、はいはい、俺はもうね、その時思ったの、なんていい会長だ、俺にこんなに早くチャンスをくれるんだ、こいつに勝てば俺のこの前の負けは帳消しだし、日本ランキングも入るし、ものすごい自分の会社優しいなと思ったので、僕はそれで負けました。2連敗、うん、
でもね、そっからそれで僕すごい自信だから、俺ちょっと練習したら日本チャンピオンになれるなと思って、そっからものすごい練習してやりました。打たれて良くなる球あるし、ね、あ、そういうことがあるんです。だから天気ってどこであるか分かんないんですよね、はい、東岡城はなかったけど天気ありますよ。僕も結構強い選手ばっかりやってるんで、なんかあの世界チャンピオンとなる前の、まあ、井岡弘樹、はい、それから山口圭司、はい、これも井岡城の、まあ、これなんですね。これ2人とも世界チャンピオンで、まあ、チャンスですからね、勝てば、うん、まあでもそこまでちょっと実力がなかったってだけで考え方ですよね、はい、まあね、お互いやっぱりのジムでチャンピオン出したいですよね。出したいですね、ね、はい、でやっぱり、まあ、僕らはそんなに、ね、あの自分への階級への思い入れっていうのは、ないんですけど、やっぱり軽量級で出したいっていうのはあるんですか。いや、まあ、そこまでこだわってないんですけど、うん、まあ、やっぱり、まあ、薬師会長はもうチャンピオンになられてるんで、まあ、なんですけど僕はあのそれもないんでね、もう何が何でも自分のですね、うん、それも地元を置いた別府からですね、うん、出したいって、それがまあ今の夢ですね、うん、はい、あの、まあ、これを機にねまた交流を深めて、まあ、僕らも例えばそっちにねスパーリング出してもらい、はい、もうぜひぜひもう、もういつでもダッシュで飛んでくる、はい、最後の英語の結びつけるんだこれはね、はい、あのお互いチャンプが増えて頑張りましょう、はい、もうよろしくお願いします、はい、これからもよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。